ああ、それでは、ジスキネさんです。よろしくお願いします。あ、大丈夫です。はじめまして、ジスキネと申します。ミステリー枠が2枠っていう風に言われてたんですけど、なぜか俺だけらしくて、なんか俺だけ名前も公表されずに今日呼ばれるっていうそういうところから始まりました。自分はそのジスキネっていう名前の由来は、発作性運動誘発性ジスキネジアっていうめちゃくちゃ長い病気なんですけど、なんかその立ったり座ったりとか動いたりするときにその全身が硬直して倒れちゃうっていう病気で、ライブ呼ばれた時も新宿の階段で動けなくなって、気づいたら脳震盪で運ばれてたっていうことがあったりとか、波乱万丈っていう感じですね。もともと中学から高校は陸上をやっていて、それで、インターハイ目前まで行ったところで急に病気になって、それで、落ち込んでいて、 YouTube で障害についてとか障害っていうワードを検索していた時に、そのゴメスっていうラッパーの障害っていう曲を聴いて、俺でも曲を作れるんじゃないかって思って、こういう舞台に立っています。まあゴメス君には俺のポエトリーはめっちゃ暗いっていう風に言われてて、でもあえて改善しないで自分の暗さを武器にして、絶望の中にある光っていうものをみんなに届けたいと思います。なので今日は2編持ってきたので、よければ聞いてください。1編目、サンズの川。廃れた街を見ていった、疲れた、恐怖し流した涙はもう枯れた、抜かれたなんて高さ比べしていた木々の最後の葉すら風に吹かれた、僕を飾り立てた友もいない、変わり果てた街、立川から発車する列車、満員電車で必死に掴んでいた釣り革に、でもそのせいで掴めなかった時の移り変わり、気づけばヒップホップは薬代わり、つまり自己嫌悪を抑える精神安定剤、でもそのままじゃ僕の音楽は完成しない、気づけば地元で遭遇する人も変わって、その人たちが怖くて闇雲に作り笑って、見るからに嘲笑ってる君たちを見て、少し喧嘩が強いからって舐めてんじゃねえぞって口に出せずに腹の中にしまう、昔の友達なら腹割って関わって、まあ今更って思うからそれも腹の中にしまう、結局誰も僕のことを分かってはくれない、紅の豚にすらなれなかった飛べない豚だが、売れないアーティストなりに綴った歌、自殺の実行時間の間際、薬で力の抜けた腕に思いを込め勇気を出した、制服の上から包丁を刺した、貫通することなく刃を増した、気づけなかった死以外の何か、それを探しに向かう決意の明日、もし数秒の時がずれていたら、もし一つタイミングがずれていたら、もし貸したらなっていた命取り、制服に染みついた血という赤の彩り、でも蘇ることができた俺は火の鳥、死後の世界には興味がない、そう言っていた火の鳥は突然死んだ、受け継ぐ灯火、これがいいんだ、俺は詩人だ、そして俺の力はいいんだ、だから陰文で陰文を通して陰文を読む、その言葉と自分はつまり陰文、以前の自分だけは見捨てる隠した、壁に開いた穴は壁掛け CD で隠した、穴を開けたバットなら捨てた、済んだようなら過去の自分にさようなら、確かに病気でたくさんのものを失った、陸上の試合に出る勇気が欲しい、学歴社会にまた挑戦する勇気が欲しい、あの時はごめんって過去の友達に言える勇気が欲しい、発作の時に人の目線を気にしない勇気が欲しい、アーティストだって胸張って言える勇気が欲しい、けど本当は自分のことを信じ続ける勇気が欲しい、サンプリングはラッパーの美学、その中で言葉を選ぶ独自の言葉が光る、勇気と交通費を片手に己を磨く、これが18歳のリアル。以上です。ジャスティン・インザ・ハウス。
から始まります。あのじゃあ一応あの、まあ、持ってた時回してプリント。まずあの10月の23日にね、あの三木ゆりさんとかもレギュラー出てるあの青山のファイっていうクラブのね、ブルマンっていうあのブルーマウンテンだっけ、のイベントであのゲストライブ10月23日にあります。でその後ね、あの10月の25日なんですけれど、工房ムジカっていう日暮里にあるね元古本屋のところでね、あの8年ぶりにあの自主企画をするっていう粗相をねやらかしていただき、やらかさせていただきますと。あ、はい、あ、ちょ、昨夜ね頑張ったんだよ、2時ぐらいから、夜中の2時から。そうそう、でほらもう、まあ、今日ねまだあのあ、ね、あもう回しながらねのんびり聞いていただくと。あのでね、こう天気はいろいろあるでしょ、大阪とか、まあ、去年も大阪まだ全然復興進んで、復旧進んでないしさ、この前千葉もそうだけど、こう見ててね、まあ、運が良かったなと思うの。というのもね、あの年末のこの前の大晦日にうち、朝あの水漏れが起きたんですよ、天井。というのもね、こう朝ねこう9時頃起きたんです。そしたらね、こうやっぱほら家にずっと住んでてます土地勘じゃないけど、こうデフォルトの風景っていうのがあるじゃない。でこうだからね、コンタクト外すと裸眼で 0.2 ぐらい、 0.02 ぐらいなんだけど、やっぱね、なんかこう起きて部屋出た時に風景がなんか違うなと思って、でこう眼鏡をかけてこうよく見たら、この部屋のこの壁のね上の方がこうじわーっとこう染みてんので、ポタポタも落ちてて、やっべーと思って。でね、あのねこのね面白いのが、やっぱ人間ってやっぱこうそういう危機感、こう危ない時になった時に自分大丈夫だと思うとするっていうところあるじゃない、いわゆる安全性バイアスっていうの。だまず最初にやったのが、俺寝たからね、もう一回2時間寝た。で起きて見て、あ、やっぱりまだ水漏れだとか思って、次やったの、外は1時間散歩したからね、もう歩きながらね、いやあれ絶対違うはずだ、こんなはずない、絶対こんなはずない、いや水漏れだ、いやあれ水漏れがやれない、うん、どうしよう。そうするとやっぱりお腹が減るんですよ、人間やっぱね。で家帰ってこう冷蔵庫開けた時に、ちょっと冷蔵庫の上が水漏れしてるから、さすがにこれはダメだろうと思って閉じて、まあ、冷蔵庫をこうどかして拭いてね、でやっとここからどうしようってなった時に、でちょっと管理会社がその大晦日から1週間休みになっちゃってたのよ。でうちの管理会社平和なもんだから、あの緊急の連絡先を何も用意してなくて、だ電話しても電話しても繋がんないし、なんかこうもうどうしようと思ってよ、やっぱそれでクラシアンなんですよ。クラシアン呼んだら、たまたま一人ってなんか空きがいるって言って、そのなんか作業員がね、もう飛んできてくれてさ、こう開けて、まあ、風呂場の方がちょっと天井の奥見て、でこう上の階上がって、こう30分ぐらい作業して、こう降りてきてね、こう言ったことが一言、あ、これもダメですね、あのうちどうにもできませんって。というのも、管理会社じゃないから、どうこう手を加える権利がないのよ。で、もうどうこうできるレベルじゃないと。なんで、すいません、我慢してください。帰っちゃってさ、それで。どうしようだって、でもしょうがないじゃん、で我慢するじゃん。もう我慢するじゃんって変なんだけど、もう我慢するしかなくて、でこうどんどんこう時間過ぎていくとね、やっぱ人間ね追い詰められていくんだよ。ちょっとした物音だけでもね、全部水の音に聞こえ始めてくるの。もうたった 4,5 時間でもノイローゼの完成よ。簡単なもんだなと思って、でもうさ寒いでしょ年末なんて、でこうもう心細いし、こうずっと悩んでるし、もうどうしようどうしようって、でもけどしょうがないから、もうほらこう初詣、こう時間またぐ頃に初詣行こうと思って、こう行くんですよね。でも、まあ、気がもう進まないんだけど行くんだよ。でこう悩んでさ、こう悩んでさ、こうくじ引き引いたらね大吉、と思いながらまたこう家帰ってって、大吉かーと思いながら帰って、ひょっとしたらと思って開けたら、やっぱりまだ水漏れてるし、もう範囲どんどん広がってるし、でうちもともと古い和室を改装してできたあの部屋だから、天井の棚板が薄いの。だどん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 水がこうあの棚板がね下がっていってんだよ。でもうそこ収まりきらないのが、もう壁を伝って床からこう水も染みてきちゃってて、これどうしようどうしよう、どうにもできないじゃない、でも我慢しろって言われてんだから。でそれでずっとうーんって悩んでるうちに、そのまま結局1、2時間ぐらいしか寝れなかったのかな。でまあ結局元日の朝になってですよ、で今度はねキッチンの中まで、もうキッチンその、 あの換気扇というかレンジキッチンフードっていうの、あそこまでボタボタ言い始めて、むしろ料理もできないってなっちゃったわけよ。でそれどうしようどうしようどうしよう、ダメだなと思って、でうち電子レンジもないからさ、コンビニで冷食も買うこともできないっていう状態で、でここね覚えてる、午前10時です、隣の部屋からなんじゃこれって聞こえてきて、でねあうちねあんまその隣の声聞こえてこないんですけど、よっぽどでかい声だ聞こえてくる。でそうね、うちの隣に住む人はね大体ね代々ね声がでかいのさ。今住んでる人の隣に住んでる人は夫婦だったんだけど、もうしょっちゅうね、もうね、どっちかが怒鳴って、どっちかが泣いて謝ってるっていう夜中だよ。
で寝れねえと思ってやって寝れたと思ったら明け方になってね、もうなんかね、あのいわゆるそうちょっといかがわしい感じの、もうこういう感じの現場からは以上ですみたいな感じの、まあ、聞こえて、それで目が覚めるみたいなたびたびあって、まあ、結果的にそれがエスカレートして DV になって警察が来ていなくなったっていう、で今の人が入ってるんですけど、でそれでね、こうなんじゃこりゃって聞こえてきたから、仲間じゃねえかとか思って、もうバーッと目出て、もうガーンと言って、もうガガガガーンって言って、もうガーンって、あ、これこっちじゃないよ、これドアノブね、ドアノブ、ガガーンってここから出て、もう開けて隣ですって、もうちょっと開けて、ガーッと開けてみたら、水が滝のようにバシャー落ちてんの。もううちよりやべえじゃん、うち大丈夫じゃない、まあ、ここでも俺判断間違ってんのよ。だからそれね、で、まあ、それしょうがないから、もう説明して、事情を説明して、で要するに管理会社にも言った、クラシアンにも言った、でどうにもならなかった、で一応もうね、管理の関係は全部管理会社に任せてから、うち言わないでくださいって言われたら、大家がいるんだけど、もうしょうがないから大家に電話しましょうって言って、大家に電話したんですよ。で埼玉県の深谷の方に住んでる人なんだよね。で、こう、そしたらね、こう、ちょっと年のいた女性の方が出てきて、で、まあ、サンビレッジの村、上で個人情報言ってんな、サンビレッジの村202号室の、まあ、村なんですけど、つってこう事情を説明したら、お父さん、野村さん、サンビレッジ野村の202号室の方、水漏れてるらしいですよみたいな、まあ、要するに大家の、本当の大家の人にね、こう言ってるんだよね。そしたらね、こう、その大家のおじさんがね、こう、やっぱね、まあ、あれダメだね、ああいうの、ああいうやつは、地主はね、なんだよ、お前、正月ってからよ、お前、そんな水道屋に任せりゃいいじゃねえかよ、みたいなこと言うから、こっちもカチン来て、てめえ、水あげて言葉もだだ漏れじゃねえか、この野郎つって、電話越し行ったら、今度は娘さんが、ああ、すいませんってか、あ、こっちも、ああ、すいません、ごめんって言って、まあ、そんな困難をやって、結局まあその後ね、その人が、まあ、懇意にしてる職人さんがいるんですよ、インテリア関係の施工の、まあ、千葉県習志野からだよ、で翌日来てくれたので、もう大家権限ってことで、もう管理会社通さずに水をね、天井開けて水全部抜いてくれて、で、まあ、結局保証とかも全部済まして、まあ、保証の問題も片付けて、でこう、まあ、最終的にその工事入ったんですよ、1月の第3週かな。でもこれもね、やっぱね、あ、今日さ、唯一ためになる話する、今うち築35、6年なんですけど、こう35、6年ぐらいとか、もうもしかそれもうちょっと古い家、これからどんどんうちみたいなこと起きるよ。で起きるたんびに結構壁全部ぶっ壊さなきゃいけなくなるから、もし仕事とか困ってる方いたらね、施工業者ね、これおすすめです、絶対食えます。何の話ですかこれ。ごめんなさい、思わず。だからなんで呼ばれたんだろうね。ね、でね、そうで結局工事が決まってさ、こうまあで結局その工事の開始日も1日遅れたのよ。やっぱりそのうちのところに向かう途中にやっぱ緊急の水漏れも、まあ、フロア全滅したみたいなところがあって、まあ行っちゃったみたいなって、でその工事に一応立ち会って、朝最初の日でこう、あ、じゃあお願いしますねって言って、あ、じゃあもううちもすぐやるんですよねって言ったら、いや、まず上の階からですと。え、うちこんな濡れてんのにって言ったら、おじさんすごかったって思って、スッとこう、まあ俺のも背高いからさ、上地さん、上地って俺の名字ね、上地さん、そんな下が濡れてるからってそっから手つけるのは野暮な男のやることでしょってなっていう。そしてここにそのおじさんの名刺があります。トータルインテリア伊藤代表、伊藤隆二、そこにいるのは俊太伊藤。そして10月25日のイベント大トリを務めるのが僕の幼馴染のジャストドゥ伊藤。俺の伊藤に外れはない。以上、10月の宣伝でございました。ありがとうございます。